はい、ございます。よろしくお願いします。ちょっと通路が狭いんで、中で説明の方させていただきたいんで、ちょっと早速中の方入っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。今回のお客様なんですけど、遠方からのご依頼ということで、今ここには住まれてない状態になります。で、ご依頼内容としては、だいたい7年ぐらい前からこちらの方に住まれてたんですが、まあ、片付けが苦手ということで、まあ、精神的にもちょっとしんどい時期があり、片付けれなくなって、まあ、虫が湧き出したりっていうので、4年ほど前から実家の方に、実家の方が遠方になるんですけど、実家の方に戻られて、ここがだいたい2年ほど、空家賃をずっと払い続けてる状態ということで、実家に戻られてからはこっちは何も見に来たりはせずに、もうずっと放置している状態ということで、まあ、そのままずっと空家賃を払い続けるのももったいないということで、今回片付け、に踏み切ったということなんですけど、ちょっと状況が状況ということで、お客様もかなり悩まれてて、ご自身で、どこに依頼していいのかっていうのとか、こういった状況でも引き受けてくれる業者があるのかっていうので悩まれてたんですが、今回LINE アットの方から、ご依頼いただいて、連絡を取らせてもらいながらずっと相談させてもらって、作業、させていただく形になりました。長年住まれてないということなので、探してほしいものだったり、何があるかわからないですけど、ちょっとこういったものが出てきたら置いといてほしいっていうのは事前に、ご連絡させていただいて確認の方を取らせていただいてますので、そちらの捜索物もちょっと丁寧に片付けながら、仕分けしていきたいと思いますので、で早速作業の方にかかりたいと思いますので、よろしくお願いします。で今回、お客様の方で捜索してほしいものと残してほしいものっていうのを事前に聞いてるんですけど、ぬいぐるみ類と、高校の卒業証書っていうのが多分どこかにあると思うんで探してほしいということなので、ちょっとこの中から探していきたいと思います。あと、まあ、プリクラとかお写真とかっていうものも、出てきたら、まあ、綺麗な状態であれば残しておいてほしいということなので、ちょっと丁寧に分けていって探していきたいと思います。探した荷物はもう郵送で送る形ですね。そうですね。遠方に住まれてるんで、そのまま郵送で送らせていただく形になります。まず、ここの通路が狭いから、埋まってる状態から、まずここの通路開けて、ちょっと開けた状態が悪いから、ここは撮影センター、こことここをまず開けていく感じで。はい。で、お客様の方で残しといてほしいっていうのが、まあ、各家電、基本的に残しとくのと、プリクラ、卒業証書と、ぬいぐるみを探す感じで。まあ、その他また貴重品とか出てきたら、随時確認し合って、という形で、はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。海外さんの場合やから、一人ここ、いいや、張り付いて、片付けて、海岸に運びました。です。はい。頑張ってください。はい。お願いします。よろしくお願いします。郵便受けと、下の集合ポスト、はい、郵送のやつも絶対処分できてるんで、まあ、大事そうな書類やったり、手紙とかなんかあったら、それまた郵送で送る。はい、お願いします。お願いします。お願いします。
Thank you.
あ、それ、建物かな。ゲームソフトも送っておくよ。合計3発。
紙の商品を購入。ああ、確かに。ロムトと今度まだ出てもでもその時に補助してるからその時それ時間としては、だいたい1時間かからないぐらい、50分ちょっとぐらいでもスムーズに終われたかなと思います。そうですね。はい。で、一応お客様からもともとお伺いしてたものが、段ボール計うちで言うと2箱、出てきましたので、後で梱包をきれいにし直して、発送させていただいてという形になるんですけど、で、作業完了して、この作業場面、アフターの写真とかもお客様の方に LINE で報告させていただいたら、一応大変ご満足いただけたので、一応これで作業完了という形にはなります。ホコリとかもすごいですし、カビもかなり発生してるんで、窓開けて、夕方、もう一回来させてもらって、その時窓全部閉めて、掃除機かけて、で、カードキーなんで、キーボックス置いて、お返しさせていただこうっていうので、今、段取りつけてます。で、今回なんですけど、ちょっとまあ、本当にご実家の方に戻られて、本当に2年間、この状態で、電気水道止まった状態でから家賃ずっと払い続けてるっていうのは本当に、ね、めちゃくちゃもったいない人はもったいないですし、まあそれまでに結構僕たちも、LINE で3この以来から3ヶ月ほど前からちょっとご相談を受けてたんですけど、やっぱり気持ちの整理だったりとかもいろいろあると思うんですけど、まあ、約片付けるまでに2年3ヶ月の家賃から家賃払ってたっていうのは本当にね、ちょっと無駄なお金になっちゃうので、もし今悩んでる方とかいらっしゃるんであれば、ご相談だけでも LINE とかでも構わないですし、電話でも構わないんでいただけたら嬉しいですね。そうですね。お客様からもよく本当にもっと早く言ってればよかったっていう声も実際いただいてるので、悩まれてる方がいるのであれば、もう本当に気軽にまずは相談だけでもという形でご依頼いただければ、業者呼ぶのはもうただなんで、合わないとかもう気に入らなかったらもう断って帰ってくださいって、もう本当それぐらいでいいと思うんで、ここも結局、まあ、家賃何ぐらいだろう、ここ5万ぐらい、4万ぐらい、まあ、4万か、まあ、5万円としても、ね、2年3ヶ月ってなってくると25ヶ月分でもう125万円、無駄なお金じゃないけども払ってしまったりもしてますし、まあ、例えばあとは院整理とかでもどうしてもやっぱり自分たちで3ヶ月4ヶ月片付けてとか、例えば団地やったりとか市営住宅の人とかも家賃4ヶ月分かかったりするぐらいやったら、
もう早いこと業者頼んで、その4ヶ月分の家賃とか絶対安いはずなんで、トータル的な片付けの費用を見ると。なのでまあもっともっと気軽に、恥ずかしいとかいろいろ本当に多分あると思うんですけど、電話越しとかインターホン越しで喋ってる してもいいと思うんですけども、まずはちょっと第一歩踏み出していただいた方がいいかなと、おこがましいですけど思いましたね、今回でもね。はい、以上ですね。なので、ちょっと今回の動画は、探し物とかもあったりとかしてて、どうしようか悩んでます。もう早送りにするのかとか、もう逆に通常再生で、ね、ずっと片付ける様子見てもらう方がいいのかとか、そうですね、まあ、ちょっと作業自体もそんなに長くなかったので、編集スタッフの方にちょっと任せましょう。こういう要望やっていうのを言って、はい、はい、じゃあお願いします。ちょっと暑い中でしたけど、今日だけで多分めっちゃびちゃです。もう着替えちゃいますね。もう37度ぐらいまで行くということで、めちゃめちゃなりましたけど、着替えてまた次の現場行きたいと思います。11時半なんで、はい、もうまだまだ現場あるんで、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。